3月7日野田総理は日本を訪れた太陽国のインラック首相と首脳会談を行いましたその中で総理は現在首相官邸の玄関ホールに展示されている写真について説明し東日本大震災から復興へと向かう被災地の姿をアピールしました大震災の発災からまもなく一年を迎えますけど 改めまして、タイの皆様の温かいご支援にいうから感謝を申し上げたいと思います。今年は、日本とタイの外交樹立125周年となる節目の年、二国間関係の重要性を再確認させたのは、震災だけではありません。<noise> <noise> わが国は、洪水からの復興と再発防止に向けました首相の努力を引き続き全面的に支援していきたいと思また、経済面でも関係の強化を確認。 二国間の協力関係を進展させることで一致いたたししましたインラック首相はタイ政府は再びこのような事態を招かないことを日本政府、日系企業に約束する短期長期にわたる治水対策を着実に実施するので安心していただきたいと発言しました。ささらに今回出された共同声明では 復興における観光の重要性を再確認し、観光交流の活性化に向け努力することも決定。そして、大人短期旅行者に対し、一定の条件の下、数字ビザを発給することを決定した旨を説明をいたしました。と、一定期間内に複数回入国することができるビザの発行を表明。これに対し、インラック首相から、 両国の人的交流を今後とも強化したい、胸の発言がありました。タイとは、基本的価値を共有し、政治、経済等さまざまな分野で、利益を共にする戦略的なパートナーであります。東アジアにおける、さまざまな課題に協力して取り組んでいくことが重要であることを。再認識をした時代であります。ありがとうございました。ありがとうございました。